どうもキッチンカーの準備いかがですかメニューも決まったみたいでフェイスブック非常に楽しみに見させてもらってます本当にワクワクしますよね私自身自分が店を出す時のことを思い出してわあ嬉しいな感動だなワクワクするなと思いながらまあ不安もありますけどもね準備してるところを想像を重ねるわけなんですけどもあのやっぱりこれもね一つのビジネスだと思うんですよで以前 あのいろんなネットワークビジネスとかねそれから暗号通貨ビジネスってのありましたけども全ては自分が決断して自分のお金を自分が思った金額そこに投入していくっていう意味ではキッチンカーもネットワークビジネスも他の投資事もね一緒だと思うんですよねだから紹介した人をやっぱりねまあ気に病むっていうかねなんか思う気持ちはあると思いますけども。 でもやっぱりこう考えてみたらねどう考えてもおお前前がが誘っっっったたかから、お前が言ったから言ていうのはちょっと変な,んですよ、ね、なぜなら今回キッチンカー出されますけども多分キッチンカーをやろうかなと思ったのは、まあ、世の中にキッチンカーをやってる人がいてねキッチンカーのやり方を説明してくれる人とかがいてそういった方に励まされてよしやってみようかなと思ったと思うんですよ。 じゃあ、キッチンカーっていうビジネススタイルを紹介した人が責任を負うんですかってことですもんね。例えば、キッチンカーを実際に経営してる人がいて、その人にいろんな話を聞きに行くこともあったと思いますけども、その時にね、後から、例えばね、キッチンカーがなんか実際やってみたら思ったのと違った時に、あなたがキッチンカーうまくいきって言ったから、やってみたらうまくいきませんでしたよって文句言う人いないと思うんですよ。うん、だからやっぱりビジネスも人生も恋愛も、 自分で進めていくものですし自分で改善していくものですし自分で乗り越えていくものまさに自分の人生ですからね、まあ、ですんで以前ね、うん、どうしてもってことで困った方にじゃあどうぞってお金を渡したことがありますけどもその人はもうビジネスで成功することはないなと思いました、まあ、その時のいきさつをお話しますとお渡ししたお金は後ほどね帰ってきてはいるんですけども でもこういうふうに困った時に自分で乗り越えられなかった人っていうのはもうそこで終わりなんですよね。困った時だからこそ人に頼らずに自分で乗り越える。もっと言ったらことを始める前にそれを覚悟するべきなんですよね。何が起こるか分かりませんよこれからも。本当にね。感染症が流行ってまたいろんな規制がかけられるかもしれません。天変地異が起きてそれどころじゃなくなるかもしれません。 かかりませんからね何が起こるか本当わかんないですよ今日のねお話の最後は何が起こるかわからないで終わっちゃいますけどもねだからこそやっていきましょう何が起こるかわからないからこそ想定の範囲を広げて何が来ても大丈夫な精神力と体力を身につけていきましょうそれではこれからもよろしくお願いします